立憲民主党のの小西博之参院議員が4日、自身の X、Q、ツイッターを更新。国民民主党のために日本の最大の国益が失われようとしていると国民民主党の姿勢を強く非難した3日に実業家の博之氏から受けた指摘にも同日反論した小西氏は X で国民民主党のために日本の最大の国益が失われようとしていると指摘 失われた30年の現況は、立憲、世襲、愚かな大臣任命の先進国で、唯一の自民党型派閥政治であり、それを一掃する政治改革こそ本質かつ必須だ。少数与党の時効に迫れば実現も可能であったのに、国民民主が誤らせてしまったと急断した。 いわば私物化するることが問題、やる気なし、日本の最大の国益が失われたと非難を連発した広行氏から立憲民主党が政権交代こそ最大の政治改革を本当に実現したいのであれば主犯指名で玉木雄一郎と書けば実現できます立憲民主党は石破氏を首相にするのか玉城氏を首相にするのか選べる立場ですよと 指摘されると問題の本質は玉木代表に今の日本を救うための本質的な国家感がなくつけ焼きは以下の手取り政策などで自民党政治を支えようとしていることにありますなどと反論した以下は視聴者からのコメントで小西氏の批判一辺倒な姿勢には飽き飽き政治を政治闘争と見なし政策実現のものであるとみじんも思ってない 正直国民は経済的に余裕が生まれ社会保障が充実し安全保障が鉄壁ならばどの党でも良いんだよそんなに自民党を倒したいならまっとうな政策練ってほしい立憲民主が今の姿勢を続けるならどうせ石破さんが総理の座すげ変えられた時に大敗北喫するよ国民民主や 例はなんかの議席伸ばしたところに図に乗るな的なこと言ってるみたいだけどそれ今の立憲民主党のことだと思いますよたまたま自民党幹部がやらかしただけであなたたちは重要年前から何も変わってないですからねしっかりしてくださいよ何でも反対する反対しなければならない野党と何でも賛成する賛成しなければならない与党 そして与党は何でも数の力で押し切るという構図が国会のあるべき姿だと思い込んでいるから多数派工作ばかり話題になるだけで本来は議会、国会でまっとうな議論をして政策合意をするのが民主主義の基本だと思う今の状態は民主主義の基本に立ち返るチャンスにすればよいのではないか立憲議員やその支持者らは政権交代さえ実現すれば 日本が良くなると考えられているようですが政権交代するだけでは何にもならないのは2009年の政権交代で実証済みでしょう立憲民主党が政権を任せても大丈夫だと多くの国民に信頼されるようになればおのずと政権を取れるようになると思いますのでまずは他党の批判ばかりするところから直してみてはどうでしょうかだから立憲は支持されない 今回の選挙で躍進したのは、積極財政で減税路線の令和と国民民主党、立憲は自民党と同じ緊縮財政で増税路線、積極財政派が緊縮財政派につくわけないだろう。それは自民党でも立憲でも同じこと、何癖つける前に自分の政党の政策を見直した方がいい。お金が必要な現役世代への減税なのでここに、 減税ををすれれば確実にに短期間で消費に使われて経済の好循環を生み出し、ます結果的に名目成長率が5%程度上がれば税収減の7から8兆円の回収が可能なはずです。自民、立憲の経済政策は消費が少ないシルバー向けの給付などの比率が高いので経済の好循環は程遠いです。 どちらの政策を選ぶべきかは明確です。